お疲れ様です今日は5月9日木曜日朝6時でございます。で昨日お話した通りに赤三平が完成したでしょ。だからこれが昨日の時点で分かっていれば当然1時間だろうと4時間だろうと倍でエントリーできるわけなんですよ。で元々は1時間が上昇でで4時間がね下落に向かっている。 えそして、えー、冷やしっていうのが上昇に向かおうとしている、ねじれ状態だったってところから始めましたけども、そのねじれ状態の中でも、とにかく倍でエントリーすることだけを語り続けてきて、その結果4時間が1時間に押されて、えー、トレンドを変化させていって、そして今日はこれがついにね、三平、赤三平になって移動平均線の上に出てきたでしょ。だここまで見えていれば、この時点でずっと倍でエントリーできていて、 利益をどんどん積むことができたってことなんですよ。で私の場合はそれをもとに解説ができたんですごくやりやすかったんですけども特に材料もなくねテクニカルで1週間今週いけるわけですからこれ以外の流れは見えないわけですよね。でついてきた方っていうのも利益をどんどん積んできていただいたもしくは考え方がだいぶインストールできたんじゃないかなと思います。ということはこれからねあの160円を目指してまだまだね上昇トレンド続くわけですよ。 ただしその中で今日はちょっと一旦ね立ち止まって、えー、もしかしたら押し目を作るかもしれないなと要するにここまで三平が出てきて利確をする人間が出てくるわけですよ冷やしとかでも利確がありますからねこれ含み液が溜まってる状態なんで誰かが利覚してで一旦押し目を作ってそこからまた再エントリーしてでこの NG を作っていくことをねもくんでいく、えー、投資家さんも大きな資産を持っている人の中には多いってことなんですよね まもしくはそういうことばっかり狙ってるのが投資で勝ち続けてる人のメカニズムですからだからそれに、えーまあ、私たちはねきっちりとついていかなくてはいけないかなっていうところですそれが警戒点ですえっ、ー、と4時間いきましょうか4時間もう完全にもう移動平均線の上に出たでしょ、ね、ここでねじれ状態って言ってたわけですよ。での渡りきってここに上昇トレンドの波を作っていく くれましたから帰りが進んで一旦落ちてここからまた跳ね返って上昇っていう流れが見えるわけじゃないですかもう完全にこれ上昇トレンドここで作ってますからね下落というのはここでトレンドがありましたけども完全にここで転換しちゃったわけですはい、えー、じゃあ次は1時間です1時間はずっと上昇トレンドですよねもうここで転換をしてあとは移動平均線の下にいる存在からここを乗り切って 上昇トレンドの上にいる存在になりました。移動平均線のね。うん。だから1時間っていうのが一番最初に変化が訪れるわけですよ。で、まさにランダムウォークに近い、15分とか5分とか1分に近いですから、そこは見なければいけませんけども、1時間は非常にバランスが取れてるわけですよね。ランダムウォークにそれほど、こう、縛られない。そしてファンダメンタルからも、あの、いい感じで離れている。で、私たちの生活スタイル、1日が24時間。 そのうちトレードってのは大体の市場で10時間前後しかできない。そういう人が多いわけですよ。ね、そこにものすごくマッチしてるのが1時間なんですよね。だから私たちは1時間をまず攻略することによって、ここで勝てるようになったら、週間トレードにも挑戦していくとかね。そういった形で大きな利益の出る市場に出ていくこともできるんですよ。また材料に挑戦することもできるでしょ。 そういったことを FX オリガルヒがこの2年間ずっとやってきましたんで、マスターした方からだんだん卒業して、自分だけの FX の世界に移っていくってことができたと思います。もちろんこれからも FX オリガルヒにいらっしゃる方には、同じようにね、そういう方になれるように徹底的に同じ指導を繰り返していきますんで、ご期待くださいということになります。はい。それで即可塾限定動画をご覧の皆様の中に、この FX オリガルヒにね、参加したいよって方がいらっしゃいましたら、FX オリガルヒもう2年です。もう。 年間で1500以上のコンテンツをお届けして、もう2年間過ぎましたんで、今ではね、3000以上のコンテンツを提供していることになります。ますます、この FX 折り合いの価値は高まっていくばかりと、実績もどんどん出ていってますんでね。そちらの方のお問い合わせもお待ちしております。それでは今日は以上ですかね。えっ、ー、と、FX 折り合ルの皆様は追加放送をまたお楽しみに。それでは。